はい、どうも、うすです。本日の動画では面白い商品を紹介したいと思います。シンクボード X。これね、シールなんですよ。以前紹介したエバーノート、フリクションペンで書いたものは何度でも消して使えるっていう大人気ノートなんですけれども、このノートと同じ考え方です。ホワイトボードシールっていう言い方で合ってるのかな。もうそれで言ってしまえばもうピンとくる方はピンとくると思うんですが、この用紙を壁や窓に貼り付けて、そこに水性マーカーだね、水性マーカーで書き込むと何度でも消して使えるっていう品物になってます。もう言葉で言うより実際に書くとこ見よう。私もちょっと使ってみたい。はい、こちら我が家の廊下なんですけども、ここでちょっと貼ってね、試してみたいと思います。どうかな。なんか感じ的にはすごく使い勝手が良さそう。そして使う用途もすごい広がりそうですね。あ、すごいすごい。用紙。そしてちゃんとマーカーが入ってる。一本マーカー入ってます。黒ですね。で、ボードを拭き取るための布も入ってます。布っていうのかな。Amazon Basic って書いてあるね。では早速こちらの用紙を壁にくっつけてみよう。シールどんな感じかな。剥がせなくなるやつかな。怒られるかな。まあ、シールとしてはすごいツヤツヤしていて、本当にホワイトボードっていう感じですね。マーカーで書ける。まあそういうやつなんですけど。お、剥がしやすい。で、剥がして。はい。で、今、壁にくっつけたところです。なんだろう、程よい感じでくっついてくれるので、剥がすことも可能かな？じゃあ早速ここに何か書いてみましょう。便利だね。便利です。このサイズのやつはここで使おう。前からちょっと悩んでたんですよ。部屋にね、娘たちとか妻が急に入ってきちゃうことがあって、何かをドアのとこにつけときたかったんですけど、これ、私にとってはこれいいね。はい。で、実はもう一個大きいバージョンを送ってもらってます。思ってたよりでかかった。でかい。なんとなくサイズ感わかります。めちゃくちゃ大きいボードもあります。これも、ちょっと壁にくっつけてみましょうか。これはちょっと一人でやるのきついな。で、中に、またこちらも拭き取れるものが一緒に入ってます。色が違うだけでサイズはさっきのと一緒かな。すごくない？家の壁にホワイトボードができたっていう感じだよね。で、入ってるペンは先ほどの細いタイプと別で少し太めのペンが入ってます。ちょっと今書いたところを見ていただいて気づかれる方いらっしゃると思うんですけれども、うちの壁、ここね、このザラザラ感というか、なんて言うんだろう、なんて言うのが正しいのかな、住宅メーカーの方。すごくボコボコしてるんですよ、壁が、素材的に。それなので、こういったボコボコの壁に貼ると、さっき、見られたように、ここね、ボコボコした形になってしまいますが、平らな壁だったら、はい、といったような形になりました。シンクボード X。で、中に入ってた紙にいろいろ質問事項とか、そういったものも、書かれてましたので、そこの部分も、さっと読ませていただきます。設置方法に関しては、先ほど見ていただいたように、シールを貼り付ける場所を探して、設置面の汚れを拭き取って、まず拭き取ってですね、ほこりついてるとつきにくくなるからシール。で、貼り付けるっていうだけなんですが、さっき私一人でやったラージサイズ。大きいやつはできればやはり、二人がかりで貼りましょうって書いてある説明書の方に。で、本来水性ペンで書けば何度も書き直しできるんですけど、誤って油性ペンで書いちゃうことってあると思うんですね。
まあ、お子様が使ってもあり得ると思いますし、そういった時はヘアスプレーをかけて拭き取ると綺麗に拭き取れるそうです。それとシールの貼り直し、一回つけた場所から剥がして移動してつけるっていうパターン、これには対応してませんということが書かれてますので、使おうと思った場所にしっかり貼って別の場所でも使いたいなと思ったら改めてもう一品購入してください。そういうシールになっております。あとはテクスチャー、ボコボコした凹凸のある壁には適してませんというのも書かれていましたので、我が家の場合は壁が全部テクスチャータイプなので窓ガラスに貼るかドアに貼るしかないんですけど、まあその凹凸のない壁なり窓だったりに貼って使うと使いやすく書きやすくなります。推奨の設置場所というのが書かれてまして、オフィスの壁、デスクの上、部屋の壁、ガラス、バインダー、ファイル、ノート PC、冷蔵庫、様々なところに使えます。冷蔵庫いいな。冷蔵庫に貼っとけば結構いろいろメモできそうだね。ノート PC に貼るっていう案もあるよ。すごいね。まあ、といったような形で、使おうと思ったら様々な応用のパターン考えられると思いますので、ちょっとこのシンクボード X、知らなかった方は気にかけといていただけるといいかなと思います。利用できる場所はね、結構多いと思うんですよね。だから私の場合は、こちらのサイズ、小型の方は、部屋のドアにつけておいて、そのまま、部屋の状況を書くようにしようかなと思っております。つけっぱなしにしよう。今回はなかなかあると便利なシンクボード X のお話をさせていただきました。私のチャンネルは様々なガジェット、動画のネタとして取り扱っているチャンネルになりますので、こういった話が好きな方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。 Twitter や Instagram もやってますので、そちらの方も覗いていただけると嬉しいです。ではまた別の動画でバイバイ。でもこれあれだよね、子供たちはすごく喜ぶ商品だと思うんですけど、だいたいあそこでね、シールの上からはみ出して書いて壁を汚して親に怒られるパターンだよね。うちはもう結構大きくなってきたけど、それでもやっぱり結構工作物勝手に作って床だったり壁だったり汚したり傷つけたりしてますもんね。そこはちょっとね、親がよく考えないといけないかもしれないですね。